こんにちは。丘の上のみぼりんです。今回は浅間神社とその周辺を私なりに満喫したいと思います。動画の終盤には家康公お手植えみかんの合図が登場しますので、お楽しみに。浅間神社をゆっくりお散歩するのは実は初めてです。浅間神社の中にとてつもなく急な階段があるのがずっと気になっていたのですが、子供がいるととても登ることができなかったのです。階段の先にどんな世界が待っているのか楽しみです。家光公が作らせたという木彫りの神馬です。何でも叶えてくれる叶え馬らしいのですが、その力がありそうな雰囲気が漂っています。私は善役です。祈祷しようかな。こちら、随神門は悪いものが入らないように、右大臣、左大臣が見張っているのですね。紀元前90年に神社と伝わる南部神社です。鶴が最古の神社であると伝えられています。あ、おみくじがある。つい、行きたくなる性分です。で、何が出るでしょうか。じゃーん、なんと大吉が出ました。嬉しくてにやける。さすが大吉、いろいろいいことが書いてあります。その中で病の項目の分が気に病むな、治ると書いてあって、鍼灸師的には病は気から、その通りと大興奮でした。家康公が神として祀られている八千鉾神社です。荘厳な造りです。静岡という地を築いてくださったことに、お礼のご挨拶をします。いやー、広いですね。境内には7社もあり、たくさんの神様が祀られているので、すべてにお参りできたら、願い事が叶うと言われるのもわかります。それでは本日の一番の目的地、葉山神社を目指します。ここを登るのか、ゆっくり。すごい角度です。本当に昔からある神社は、こういう高い階段の上にあると聞いたことがあります。百段階段、登りきりました。ぬぬ、また階段がある。あと一息。社殿が見えてきました。葉山神社の創建や由緒は京だということです。大昔からこの地を守ってくださっているのですね。ありがとうございます。葉山神社の横を通っていくと伊豆畑山のハイキングコースになっていました。森林浴が気持ちいいです。わ、すごい、街が一望できます。うっすら富士山も見えました。気持ちいい。絶景を横目にハイキング、最高です。伊豆畑山山頂まではまだまだのようです。ちなみに静岡県の静は、伊豆畑山の静から来ているんですね。今日のハイキングのゴールはこちらとさせていただきます。まるで空にいるような気分。静寂が辺りを包んでいます。下山します。わ、トレイルランニング、すごい。伊豆畑山古墳の見学をしていきます。おお、立派な古墳です。中をちょっと覗いてみます。これが王族のお墓です。ものすごい広い範囲が古墳だったのですね。もはやお山です。昭和24年はまだこの辺りはこんな町並みだったのか。古墳と浅間神社に選ばれたこの地には相当なエネルギーが秘められているのでしょうね。とってもいい時間が過ごせました。あっという間に1時間は経ってしまいますね。さて、お昼ご飯を食べに行きます。目的地は幼稚園のお友達におすすめしてもらった八千代寿司さんです。
宣言通りから数分歩いたところにあります。こちらの手巻きをお友達がおすすめしていました。なので今回はランチの握り寿司と手巻きを1本頼みました。手巻きの海苔が本当に美味しいらしいです。他にもちょっと豪華なランチや人気のお決まりもありました。お寿司を握る職人さんの姿ってずっと見ていたいけど、カウンターが不慣れな身としてはどれだけ見ていいのかそわそわします。お寿司が来ました。じゃーん、とっても美味しそうな握り寿司と可愛らしいデザートと浜名湖の海苔がたっぷりの味噌汁で完璧なランチです。いただきます。まずはお味噌汁、海苔のいい香りがふわっと香ります。出ました、生桜エビです。甘くて美味しい、旬の味最高です。なんと板前さんが3日前に私の動画を見てくださっていたとのこと。熱海とか浜松とかの観光動画はよく見かけるけど、静岡市を好んで発信する人は珍しいなぁと印象に残っていただけたようです。嬉しい。というか当たり前ですが、板前さんも YouTube 見るんだとちょっと驚き。このタチウオの炙りが絶品でした。焼津で仕入れた美味しいマグロをいただいた後、お待ちかねの手巻きを手渡していただきました。トロがツヤツヤ、手巻きの中身が出ないように海苔を贅沢に使って工夫してくださっています。それではいただきます。口に入れた瞬間からうまー、とろけるトロの美味しさを香り高い海苔が引き立たせてくれています。まさしく至福の一本。最後の方までトロがぎっしりです。ちなみに八千代寿司さんの大将は4代目だそうで、長い間静岡の方に愛されている証拠ですね。最後まで完璧に美味しい手巻きでした。デザートの杏仁豆腐が濃厚系でテンションが上がりました。あー、幸せでした。ごちそうさまでした。ちなみに板前さんはとってもお話が楽しい方で、お寿司をまた食べに来たいのはもちろん、板前さんとまたお話をしに来たくなりました。座席の席もとっても素敵です。正座をしやすいように配慮されたクッションがお店の方のお人柄の良さを感じさせます。駐車場も止めやすいので、皆さんぜひ行かれてみてください。次の目的地のジェラート屋さんに向かう前にどら焼きをお土産に購入しようと思いましたが、ガーン、定休日でした。ジェラート屋さんはどら焼き屋さんのすぐ近くにあります。一見八百屋さんかなと思える品揃え、その名もオリジナルスマイルさんです。18種類のフレーバーがあるの、すごい。しかし今回のお目当てはこちら、家康みかんです。わー、色とりどりで美味しそうなフレーバーがたくさん。しかも旬のフルーツやお野菜を使ったフレーバーばっかりです。それもそのはずです。こちらオリジナルスマイルさんは青果のプロの卸の方が経営されているお店なのです。メニューはミニが一番小さいサイズですが、注文したらびっくり、31のレギュラー並みの大きさでした。今回はアメーラトマトとレモンと目的の家康みかんにしました。家康みかんは大人気のようで、残りわずかの時に行かせていただきました。今はもうなかったら、来年ぜひ食べにいらしてください。店内にはいろんな方のサインがあります。イートインスペースもしっかりあります。お水がフルーツウォーターなのが嬉しい。
に来ました。なんて映えな見た目。上に乗っているフルーツがまたいい感じです。ミニとは思えない大きさです。社長の心意気を感じますね。いただきます。家康子お手植えみかんのアイスからいただきます。みかんの優しい甘さの中に感じる皮のほろ苦さがたまりません。いまだにみかんが収穫できるなんて信じられません。だって約400年前の話ですよ。お手入れが素晴らしいのはもちろんあるだろうけど、家康公のパワーが影響しているとしか思えない。このアイスを食べて家康公のパワーにあやかれた気がします。毎年家康公のみかんを仕入れてるオリジナルスマイルさん、すごい。さてお次はレモンのシャーベットです。すっきりしてて美味しいです。苦味があるかなと思っていましたが、苦味はなく優しい甘みです。その理由は国産のレモンは甘いからとお店の方に教えていただきました。アメーラトマトのジェラートです。フレッシュで爽やかな甘みです。アメーラは静岡弁のアメーラーが由来しているとか。すごい、東京ガールズコレクションに出展されたのですね。生花のロスに対して真剣に取り組まれている姿勢が多くの人から支持されている理由の一つだと思います。宣言通りの活性化にも力を入れられている素敵なお店でした。また子供を連れてお邪魔しますね。宣言神社周辺はまだまだ発掘しがいがありそうです。これからの動画もお楽しみに。最後まで見ていただきありがとうございました。